九州エリアちょっと花粉が飛びそうなんですよね。ヒノキですか？はい、ヒノキ花粉結構飛んでるようで、九州から東日本まで今日はヒノキ花粉には注意のようです。わかりました。九州だともう花粉は終わりかと思っていたんですが、ヒノキの花粉福岡でもやや多いという今日予報になっていまして、ちょっと今日のシミュレーションをちらっと見てみますか。はい、お願いします。はい、こちら、今日のシミュレーションの絵ですけれども、全国特に太平洋岸ですよね、赤い色ついてると思うんですけれど、こちらは皆さんの、空窓で一緒に作った花粉の予報です。赤いところがたくさん飛ぶところだと思っていただいてよくて、ヒノキ花粉が九州から東日本までかなり飛びやすいというような予報になっていますので、良いお天気で洗濯物を干される方多いと思うんですけれども、花粉症の方はちょっと注意して取り込む前にパタパタっとはたいてもらうといいかもしれませんね。わかりました。またね、人によってヒノキ花粉かどうかっていうのもありますから、マスク必要な方はした方がいいですね。そうですね、わかりました。では続きまして、中国四国エリアです。見ていきましょう。続いて香川県です。四国の香川行きましょう。高松市からいただきました C701 さんからのリポートです。タイトル、雲の隙間から青空。厚い雲が東に広がっています。なんとか隙間から青空が覗いています。西が明るいので日中は晴れるのかなといただきました。さあ、阿部さん、こちらの雲の厚みはまだあるものの、でも西が明るいということです。はい、思ったより高松雲厚いですね、うん、ただこの後は、雲の隙間から太陽出てきてますように、しっかりと晴れてきます。その晴れるタイミング、もし分かればリポートいただければと思っています。はい、分かりました。お天気マーク見ても晴れマーク多いですね。はい、しっかり晴れてくると思いますので、良い昼間になると思います。分かりました。では続いて近畿エリアです。京都府の舞鶴市からいただいたプルさんからのリポートです。プル（元ヒッキーさんです）。タイトル、まだ雲多しということです。今朝はまだ雲が多く朝日さんは見えませんが、北風に乗って早く流れる雲の隙間からは時々天使のはしごが見えました。今日は晴れてきそうですねということです。お、こちらちょっとリポートが違いますね。失礼しました。はい、こちらです。舞鶴の方からいただきました。ちょっとまだ北部なので雲が多いようですが、天使のはしごが見えたということで雲の隙間があるみたいですね。はい、阿部さん、はい、こちらまだ雲多いということですが、雲の隙間がある天使のはしごが見えるというのは回復のサインでよろしいんでしょうか？そうですね、回復のサインです。日本海側から、黙々した雲まだ流れ込んでいるようですが、この後は次第にそれも弱まってきて、しっかり晴れてきますので、天使のはしご、晴れるサインですね、兆しです。はい、わかりました。で、先ほどちょっとちらっと見えてしまった今度関東エリアの青空を見ていきます。東京都世田谷区からいただきましたテフテフさんからのリポートです。タイトル、南向きのベランダから。雲一つないブルースカイが広がっています。空気はひんやりしているけどじっとしてたらもったいない。今日は仕事を抜け出してでも桜を見に行きたい、そんな気分にさせてくれる青空ですといただきました。いやー、見事な青空ですね。すっきりです。なんか気分も上がっちゃいますね、こんな青空見たら。本当ですね。はい、今のは東京の青空というよりもなんか南の島の青空かなっていうふうに思わせる青さですね。はい、今日はやっぱり仕事を抜け出してでも桜を見に行きたいという方多そうですが、はい、今日昼間確かに桜満開ですし、はい、もし近くに公園に桜があればお昼休みなどちらっと見に行かれてはいいんじゃないかなというふうに思います。わかりました。これ予報見てみても各地まだ雨マークないので夜桜楽しめますね。楽しめると思います。はい、わかりました。ただ体感に強いということです ね、 ちょっと肌寒いですね。はい、じゃあ残りのエリア見ていきましょう。東北エリアです。東北エリアちょっと雲まだね、この後ありそうですがどうですか、阿部さん。
この後ゆっくり晴れてくると思いますので、東北の太平洋側の皆さんもこの後日差しの出てくるタイミングに、注目していただきたいと思います。はい、北海道はどうでしょう。北海道も晴れマークですね。北海道は、ピカピカの良い天気の1日になります。本当に日差したっぷりなんで、春の一日を楽しんでいただければというふうに思います、ね、やっと日差しのぬくもり感じられそうですね。そうですね。はい、わかりました。阿部さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで阿部さんに聞いていきながら Google Earth with Weather News 見ていきました。皆さんの各地のお天気チェックできましたか。それではここでお弁当の空ボタン締め切りたいと思います。いいでしょうか。こちらです。今日のお昼、いや毎日のお昼は手作り弁当ですかという質問でした。ブルー毎日、レッド2日に1回、グリーンたまに、そしてイエロー作りませんという方です。はい、もう皆さんよろしいでしょうかね。そろそろお家出られる方も多いと思いますので、では締め切っていきます。締め切りました。はい、見ていきましょう。結果はこちらです。